こんばんはです、皆様。こんばんは。決まってますね。こんばんは。こんばんは。何か質問とかあれば気軽にコメントください。ぜひ。あとハートもたくさんください。ください。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、皆さんこんばんは。おいでます。あ、ハートありがとうございます。皆さん。ありがとうございます。あ、いっぱい来た。あと、あ、主役が、あ、登場ですね。こんばんは。ハートめっちゃくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。もっとください。もっとください。もっと欲しい。足りない。そろそろいいですか。スタートしても準備大丈夫そうですか。まだですか。はいはい、いいですか。では、はい、スタートしたいと思います。杉山さん、清森さん、お願いします。お願いします。お願いします。それではインスタライブをご覧の皆さん、こんばんは。フェールラーベンバイトリニティ東京の池森です。杉山です。阿部です。はい、本日は渋谷キャットストリートにありますフェールラーベンの旗艦店、フェールラーベンバイトリニティ東京からお届けいたします。はい、今回は、インスタライブボリューム10ということで、はい、記念すべき第10回目で、過去の映像はですね、トリニティジャパンの YouTube チャンネルに保存してありますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、で本日も20分弱の放送を予定しておりますので、短い時間ですが、ぜひお付き合いください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、参りましょう。本日のテーマは、関係2022年の春夏の新色と刺繍サービスについて、はい、お話ししたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。でまず、関係バッグ、皆さんご存知かと思うんですけれども、1978年にスウェーデンで誕生いたしました。で当時スウェーデンでは、あのスクールバッグの重さによって背中を痛めてしまうあの子供が多くて、社会問題になるほどでした。でそれを解決するために作られたのがこちらの関係ですね。はい、で高い耐久性とシンプルなデザインが人気を呼んで、今では世界中の老若男女に愛されています。はい、で言えました。言えたかな。言えてますよね。言えたかな。ギリいけてるはずで。で今日は関係の2022年 春夏の新色を紹介したいと思います。でカラーなんですけど、自然から全てインスパイアされている色になっています。はい、はい、じゃあ、まず1色目ライトオーク。はい、前の方に。じゃああれこれか。はいです。見えますかね。まあ、ちょっとこっち、はい、こちらライトオークです。オークは奈良の木のことです、奈良の木っていうのは、高級家具だったりとかフローリング、あとは、ウイスキーとかワインの酒樽なんかにも使われている素材です。あとは燻製用のスモークチップなんかにも使われている木ですね。はい、クヌギ、コナラなどと並んでですね、カブトムシやクワガタが集まる木として知られているのが奈良の木でございます。はい、いい色ですね。いい色で、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。スタッフ絶賛。こういう色ってなかなかなかったので、うん、今まで白に近いような色が。そうですよね。見たことないかもしれないです。すごい似
人気のカラーです。気にせない、はい、次が、スカイブルーライトオーク、はい、本体がスカイブルーで、持ち手の部分、あとはショルダーのストラップですねが、ライトオークになっております。スカイブルーなので、空の青を表現したカラーですね。おそらく夏空の青かなっていう印象ですかね。これもいい色ですね。でスカイブルーはもともとあったカラーなんですけど、この組み合わせが今回初登場ということ でスカイブルーはもうずっと人気のカラーなので、はい、こちらもきっと人気が出るんじゃないかなと、はい、じゃ最後ですね、オリアージグリーン、はい、こちらです。フォリアージグリーンなんですけど、草とかじゃなくて、木の葉っぱのことをフォリアージグリーンというそうですね。でリーフっていうのは一枚の葉っぱのことなんですけど、フォリアージっていうのは、枝についた葉っぱで一本の植物がつけている葉全体のことを表すのがフォリアージという言葉になります。はい、わさわさしてる感じですね。わさわさしてる感じですね、うんうん、はい、いい色ですねこれも、うんうん、でですねこちらの新色は、全国の直営ショップで取り扱っています。でショップリストは、ホームページからのショップリストというところから見ることができますので、そちらの方で店舗をチェックしていただいてですね、ぜひお店の方で、本物を見ていただきたいなと思います。なんか質問とか来てますか？質問は、今のところ来ておりません。おりませんか？シャイですな。こんな感じですね。で実際にあの写真でもホームページで見られるんですけど、うん、まあ、写真とやっぱり実際太陽光の下で生で見るのとは結構印象が変わったりもするので、うん、まあ、ぜひやっぱりこう実際に見ていただいた方がどんな色か分かりやすいかなと思いますので、うん、お近くに寄った際はぜひ店舗の方に足を運んでいただきたいなと思います、うん、はい、ぜひ、ぜひ、では次ですね、はい、刺繍についてお話をしたいなと思います。はい、はい、じゃあ行きますね。前回インスタライブボリューム1の名古屋店からの配信でもご紹介させていただいたサンガラですね。まず一番人気こちら見えますかな？かわいいな。こちらがフラワーになります。花柄ですね、うん、で蝶々がいて結構カラフルなお花が散っているという感じの一番人気の刺繍でございます。うん、そうですね、はい、お次、お次どどん。こちらダイツスグランという柄なんですけれども、スウェーデンの国花、見えますかね、スウェーデンの国花でして、で日本に自生しているスズランに比べて大きく香りが強いのが特徴で、そのため香水の原料にも使われたりします。でスズランの花言葉も何だっけ、めっちゃいいんですよ。な、希望じゃなくてなんか幸せを運んでくる、なんかそっち系のなんかすいません、花言葉でとてもいい言葉があるんです。忘れちゃいました。知らないのにすいませんすいませんちょっと調べておきます。次、次こちらですね、見かけたことあるかと思います。ナーラナホースというスウェーデンの伝統工芸品ですね。ここにもいるんですけど、木で作った馬の置物で幸せを運んでくれる馬として、昔からスウェーデンの人々に愛されてきたものです。はい、馬は赤とオレンジの馬ですね。はい、でこれが今まで一度紹介したことのある今まであった、お刺繍の柄になります。はい、でここからは新柄を、新柄を、はい、まだ
インスタライブでは紹介したことがない柄になります。ですね、はい、まずはキャンプ柄です。キャンプ。はい、見ての通りキャンプ柄です。キャンプ柄です。テントがあったりだとか。かな見えますか、はい？見えますかな？もうちょい近づいて。ありがとうございます。これ。あ、見える。見えます。はい。あとは木ですね。あとはこれはジープですか？うん、あとスウェーデントーチかな、うん、はい、なんかがある、はい、キャンプ柄、焚き火ですね、うん、はい、こんなキャンプ柄です。はい、で最後がグリーンランドでございます。グリーンランド一番新しい柄ですかね。はい、一番新しいですね。この辺、うん、グリーンランドとはですね、北極圏にある世界最大の島国グリーンランドの街並みを、表現した、柄ですね、はい、で家がこうカラフルな色分けされているのが特徴な街並みなんですけども、うん、その色分けには実は意味がありまして、商業施設は赤、病院が黄色、警察署が黒、ここにはないかな、ないですね、で電話会社が緑、緑ここや、青は、魚工場っていう意味があるそうです。で現地の言葉がわからない人でも見分けがつくように、役割別に色分けしたっていうのが始まりみたいですね、うん、はい、実際にその街並みが今も残っててすごく綺麗なところです、うん、はい、これも最近じわじわと人気が出てきてますね。そうですね、はい、はい、うん、じゃあちょっと刺繍の詳細についてお話を、はい、お話をしたいと思います。で、今ご紹介した刺繍なんですけれども、小柄全部、こちらの関係バッグ、すべてですね、はい、はい、お形関係バッグプラス税抜きの2000円でお刺繍可能となっています。はい、うん、でこちらは、新規での申し込み、関係のバッグを購入と同時の、申し込みとなりますので、ご注意ください。はい、で出来上がり時間に関しましては混雑状況によって変わりますので、ご注文時に各店舗のスタッフにお尋ねください。で早ければ当日中のお渡しも可能な場合もございます。で今、ワッペン周りの柄の刺繍っていうのをご紹介したんですけれども、もう一つ内例刺繍っていうものがございまして、文字ですね、文字とか数字、近く行きます、近くにお願いします。後ろから行きますね。でこちらに関しましては、ね、1箇所800円となっています。で入れられる箇所は、ちょっと大きさとかによって様々なんですけれども、だいたい 5,6 箇所をお選びいただく感じですかね。でこの内例に関しましては、もう長年ご愛用いただいている関係バッグですとか、あとは、後からでも全然大丈夫なので、今からでも気になる方はお持ちいただければと思います。ワペン周りの柄に関してはオンラインストアでも注文はできるんですけれども、この文字入れに関しては店舗限定のサービスとなっていますので、もしお近くにお店がある方はぜひご利用ください。はい、はい、行きます。はい、じゃあせっかくなので実際ミシンを、うん、行きます。来てください。行きます。使っているミシンこれです。いけますかね。これなんですけれども、うん、いっぱいもりもり糸もいろいろ糸のカラー、うん、
選ぶことができますね。ですね。この中から。あら、コキがいる。で、今ご覧いただいてるミシンなんですけれども、北海道の札幌ステラプレイス店、うん、あとは関東だとうちの、東京店、あと関西西の方になりますとルクア大阪店に設置しておりますので、はい、こちらでご利用ください。直営店限定のサービスになっております。はい、はい、ほいスズランの花言葉は、うんうん、幸福の再来、あらそれ純粋ほらいい言葉、ありがとうございますありがとうございますです、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。それです、それです、はい、ただ幸せな言葉ですよね。ねざっくりで申し訳ございません。大丈夫かな、はい、はい、そしたら、これからはうちのスタッフで関係バッグ、愛用しているお二人からちょっとお話を聞いてみたいと思います。じゃ池森さんからですね。はい、じゃあお願いします。はい、溶かす、はい、ありがとうございます。はい、どうもこんにちは池森です。私関係リュック使ってるので、私の関係リュックをまず見ていただきたいなと。で、これがですね、関係のラップトップ17、はい、17インチのパソコンが入るラップトップスペースが背中についてて、肩紐が太くなっているタイプですね。で、リットルが20リットルなので結構大容量です。で、さっき案内した、刺繍はこのラップトップシリーズにも入れることができます。私はちょっと入れてないんですけど、で、いつもどこに何を入れてるかっていうと、まあ、ここにはパソコンが、はい、1つありますね、はい。で、ここには今入れてないんですけど、ペットボトル入れたり、あと折りたたみ傘入れたりします、うん。で、こんな感じで開けることができます。こういうジップタブみたいなのも売ってるので、シモカップっていうやつですね。はい、こういうのも売ってます。で、こんな感じですね。まあ、本だったりとか、お弁当箱ですね。水筒。こんな感じになってます。あとはここのフロントポケットもあるんですけれども、まあ、ここに財布入れたり鍵入れたりですね。で、結構広いので大きめのスマホも入りますし、文庫本サイズだったらここにズボッと入れることもできます。そうですね、はい。あとは、関係リュックって中に小分けがないんですけど、うんうん、僕はあと1個だけポケットが欲しいなと思ったので、うん、ここに自分で、ポケットを作りましてここに安全ピンでつけてます。はい、ここに自分でポケットをつけちゃいました。で、ここにはこういうリップクリームだったりとか、エコバッグですね、なんか鍵と分けて入れておきたいものをここに入れたりしてます。お菓子とかもここに入れます。はい、はい、なのでこんな感じでカスタマイズして使うこともできます。はい、まあ、シンプルなので結構自分の好きなように後からいじれちゃうのも関係の魅力かなと思います。そうですね、はい。で、使っていくうちにどんどん素材も柔らかくなって味も出てくるの で、うん、で結構男性の方だとなんか可愛すぎてなんだかなって抵抗がある方も多かったかと思うんですけど、うん、こういう男性でも使いやすいカラーとかもありますし、そうですよね、うん、はい。で、あんまりちっちゃいサイズだと、身長がある男性だと、うん、背中にちょっとピトッとちっちゃいのがリュックがっていう感じで違和感になるんですけど、うん、この20リットルだと相当大きいので、そうですね、はい、うん、僕が177あるんですけど、うん、それでもこう背負った時に全然違和感のないくらい大きさがあるので、うん、こういう大きいのは男性でも使えるかなと思いますので、うん、ぜひ関係男子が増えてくれると嬉しいなと嬉しいですね、思っています。増えてくれると、はい、はい、
これ G 線じゃないですよね、その関係はね。これは G 線ではないです。はい、ビニロンフィラメントという素材ですね、うん、まあ、関係のオリジナルの素材ですね、うん、はい。耐久性はどうです？耐久性はものすごく高いです。ものすごく高いです、はい、でこれもう買って1年くらいになるんですかね、はい、ほぼ毎日使ってますけど、なんかどっかが破れたりとかほつれたりってこともないですし、うん、結構パンパンにして、まあ、実家に帰った時2泊3日分の荷物もこれに全部詰め込んで帰ったんですけど、ここがちぎれるようなこともないですし、はい、本当に耐久性は高いです、はい。雨に濡れても大丈夫です？土砂降りに濡れる降られると、こういう縫い目とかを裏から塞いでるわけではないので、そうですね、やっぱり浸水はしてしまうんですけど、うん、多少の雨であればこの素材が水を弾いてくれる素材なので、うんうん、何かスプレーとかをする必要もなく、うん、何もしない状態でも水を弾いてくれます、うん、そうですね、はい、で結構雨に降られて帰ったこともあるんですけど、こういうところに帰ったら水が溜まってるくらい弾いてくれてるので、はい、そんなに土砂降りの中長時間歩かないんであれば全然大丈夫です。大丈夫です。はい。はい。そんな感じですかね。はい。はい、じゃあ、安倍さんも使ってるので。え？はい、安倍さんの探検力の紹介を。私ですか？ついに登場。登場ですか？ちょっと写真をお出ししますね。私が、持っておりますのはですね、関係のグレイシアグリーンと、最近出た新色のライトオークと、関係ナンバー2ラップトップ15のメサパープル3つを持っていまして、グレイシアグリーンは防災バッグにしています。で、ライトオークとメサパープルをその日のコーディネートに合わせて選んで使っています。関係はリュックなんですけど、形が四角くてスマートなのと、肩紐が華奢なので、背負っていてもごつさが出にくいんですよ。でごつさが出ない分、普段着ているお洋服とか制服とかスーツなどにもすっと馴染んでくれます。普段リュックを使わない方、リュックに抵抗がある方にもとってもおすすめです。そしてですね、関係はバリエーションがとっても多いので、モードな服装にマッチするものもありますし、フェミニンな服装にマッチするものもあります。いろんなスタイルにご提案できるものがありますので、ぜひお気に入りのマイ関係を見つけてほしいです。あら終わりました。終わりました。じゃあちょっと質問来てたので、はい、私から、はい、代理で、はい、かな、防災リュックの中何入れてますか？はい、一応検索してこれ入れた方がいいよっていうものを入れてて、保温用のアルミシートとか懐中電灯とか、あとガムテープとか軍手とかスリッパとか入ってます。結構入ります、本当に。ガムテープ、お水が、お水は別で持っていきます。鮮度が大事って。そうなんですね。あともう一個、さっき池森さんが、紹介してくださってた時に、G 線じゃないからワックス塗らなくてもいいんですよねっていうご質問も来てました、はい、ワックスは塗らなくていいです、はい、この生地自体が水を通さない素材なので、通しにくい素材なのでワックスは塗らないで大丈夫です。はい、はい、この赤いパッチの方の、そうですね、はい、この赤パッチのは、はい、塗らなくて大丈夫です、はい、うん、はい、私が見かけたのはこんな感じでした。
肩幅が広いので関係がちょっとっていう方がいらっしゃいますね。でもそうですね、私も結構肩幅広いんですけど、うん、それだとやっぱりこういうちょっと大きめのやつが合うかなと思うので、そうですね、ボリュームがあるやつ、はい、なのでこれがラップトップ17 20リットルのタイプですけど、はい、あんまりでかすぎてもなっていう方であればもう一回りちっちゃいラップトップ15の18リットルっていうのもあるので、まあ、女性であればこの辺が人気ですね。はい、はサイズ感もそうなんですけど、色味とかもおそらくあんまはっきりした色とかじゃない方が、うん、なんだろう、薄い色の方がもしかしてこうボリュームっていうのがあんまりわからない、うんうん、かもしれない気もします、うん、実際にお店に来ていただければ、まあ、背負ったりも試しに背負ったりっていうのもできるので、うん、まあ、いろんな色で試したり、いろんな大きさで試したりってこともできますし、で、まあ、ご相談いただければ、はい、ね、うん、ぴったりの提案をできるかなと思いますので、うん、はい、そうですね、うん、諦めずに、諦めずにチャレンジしに来ていただければと思います。いらっしゃれる環境であれば、はい、ぜひ、はい、はい、来ていただくといいかと思います。はい、ですね、そんな感じですかね。はい、はい、そうですね、ちょっと今サイレンが鳴ってましたね。あ、すみません、外で。そうなんですよ、あのね、上にあの基地があるんで、基地が基地が、はい、あの坂の上に基地があるので、うん、よく通ります、はい、東京店は。はい、はい、ではですね、うん、そろそろお時間なので、インスタライブを終了させていただきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。本日紹介した商品の詳細はホームページでも、ご覧いただくことできます。あと何かわからないことあれば LINE でもお問い合わせいただけますので、ぜひご活用くださいませ。はい。で、プロフィール欄にアカウント ID 記載してますので、こちらからお友達登録お願いします。はい、はい、お願いします。はい、ではですね、これからもフェルラーベンバイトリニティ並びにフェルラーベンストアをどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、では、今日もありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。コメントたくさんありがとうございます。ありがとうございました。あ、先ほど紹介したバッグの、はい、小さいサイズもあります。はい、はい、あります。これあります。あります。大丈夫そうですかね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。